DJI の、マイク中、買ってきました。中身に、どういったものを入っているのか、ちょっと一緒に、見ていきましょう。中身ね、まずカバーを外します。ボックス開けた瞬間に、こういったね、ケースがございます。ケースが、ございます。もう一個のものが入っています。あ、これ説明しようと思います。まあ説明ブックになりますね。説明ブックの中に、ちょっと面白いものが入っていました。これですね。これなんだろう。これは DJI のスティーカーが、入っています。まあ広告なんだろうな。はい。じゃあ早速、このケース、このカバンをね、DJI の、マイク2のカバンを開けてみましょう。開けたら、はじめに、これ、サージンケース、これの中にも後で見ますけど、まず、このケースの中に1個これがありました。サージンケースと、もう1個、ウィンドウスクリーン、これが、もう1個入っていました。2個入っています、これ。二つのマイクに二つ入っています。で、もう一個は、サージンケーブル。これはタイプ C になりますね。はい。タイプ C のサージンケーブルが入っています。キャメラをマイクにつなぐやつ。つなぐ線が一個入っています。それから、あとは何もないです。はい。あとは入っていません。じゃあ、これ。多分、これには、マイクとか、トランスミターを入っていると思います。で、これ、開けて、開けます。はい。じゃあ、開け方、これ、押さないといけないらしくて、押して、外します。このままだと、外しません。あ、これは、前の、マイク1よりは、良くなっていますね。ロックする形になっていますね。ロックになる形になっているので、押して開きます。開いた後に、まず、これですね。トランスミーター。1個。マグネットが結構強い感じですね。強いので、1個。で、二個目。二個目ありました。で、これがレシーバーですね。これが、英語の選択、中国語、日本語、まず何語にしたいのか、それをありました。じゃあ、英語に設定してみましょう。で、これを、多分 iPhone とかにつなぐやつ、Lightning iPhone ね。Type-C よりかの、で、これ iPhone が Type-C に変わって、まあ、これもアップグレードされたと思うんですけど、まあ、Android だったり、まあ、iPhone もこれ、最近は Type-C になってるから、Type-C iPhone や Android につなぐやつ。で、これがカメラにつなぐやつですね。まあ、こういったものを、入っていました。こういったものですね。入っていました。はい。じゃあ、これですね。リシーバー。ここで、どれぐらいの、音で、録音したいのか、それを、このメーターで、調整できるらしいですね。ここ、ボタンになってるんですけど、ここを押すと、黄色い枠が出てくるんですね。この枠をもう一回押して下の枠にしたときに、ここでダイヤルを回すとマイクのレベルを変えられます。レベルっていうの？大きさですね。例えば周りの音を取りたいっていう場合は、ここのレベルを大きくすると周りの音もしっかりより入ります。小さくやりすぎると逆に自分のものが聞こえないと。まあそうですね、声の大きさ次第ですけど、ただここの大きさ、この緑の大きさっていうのが、まあここで入ってる音の大きさになるので、まあ、このくらい離れてたとしても、まあ、入るんですよ。入ったとしても、ちょっと小さいんですね。これを近づけていただくと、まあ、倍近く入るようになるので、まあ、ここにつけて、撮る場合は、まあ、
12にして、マイナス12にして、撮っていただいても、しっかり自分の声だけは入ります。線が上からピッと、弾いてると思うんですけど、これは、ノイズカンセリング。周りの音を消したいときは、これをオンにする必要があります。で、周りの音も、聞こえたい場合は、これを。なんか、バイブレーションしてますね。ここ揺れてますね。ここ、反応してる。はい。で、設定とかを、設定とかを出したいときは、上から下に下げます。で、下げて、設定とかいろいろな設定が、入っています。設定ですね。言語の設定だったり、日付、ファクトリーリショット、すべての設定を新しく設定したいときとか。設定、この歯車のマークですね。で、この丸いやつを押していただくと、まあ、英語だったりっていうのが、まあ、全部選べます。基本的な操作はこれだけですね。であとは、マイクにつなげる際っていうのはもうタイプ C だったりライトニングではないんですよ。もうマイク端子になるので、ここに今付属で付いてるんですけど、このマイク端子をここにつけるんですね。そうですね、ここにつけて、もう片方の方をカメラにつけていただく。でここがまあ周につくようになってるので、そこにスライドして入れていただければ、またサッカーのところで、そうですそうです、今回買うのがこのマイク2の52,800円のものですね、はい、になってくると、まずこのレシーバーですねと、このマイクが2つで、このアダプターですね。でここにはちょっとないんですけど、ウィンドスクリーンとこの磁石ですね、はい、入れてこんな感じで使っていただくものになります。マグネットタイプ。あ、そうですそうです。で、この充電ケースですね。基本的にここに入っているものは全部入っています。全部入っています。で、付属品で今別に欲しいものがあった場合とかは、はい、まあこれ個別で買えたりはするんですよ。まあちょっとウィンドスクリーンとか個別では買えないんですけど、マイクだけとか、このケースだけっていうのも買えなくはないんですけど、できればそういうのが全部入ってるので買う必要はないですね。で、あと1個、こういうラレリアマイクっていうのがあるんですね。例えばまあ使うこともないとは思うんですけど、こっち側じゃなくてピンマイクみたいにして目立たないようにしたいっていう場合は、このマイクにこのラレリアマイクつけていただくことによって、まあ、有線のマイクを無線化するみたいなこともできるようになるので、まあ、必要に応じてですね、これプラスこれにもつね、つなげてこれを隠すってことですね。あ、そうですね、そういうこともできます。これいくらぐらいくらい？これはですね、1000円くらいです。これにプラスってない？そうですね、これだけカメラとかにつなげてもいいみたいな。一応マイクにはなるので、つなげた場合は認識はしてます。ただ、そういったそのノイズキャンセルは入ってないので、ここだけはちょっと。じゃあ実際に、これの音をどういう風に聞こえるのかを、やってみましょう。この動画は、DJI マイク2、音のテストの動画になります。皆さん今聞こえている、音は DJI マイク2からの音になります。皆さん音の品質どうですか？皆さん音はいかがでしょうか？これは、マイクなし、 DJI マイクなしの、音になります。音はいかがでしょうか？違うの出ていますか？やはり、周りの音が、聞こえるようにこの音では、なっていると思うんですが、DJI は、ノイズカンセリングの、機能がついてて、そこに、非常に、影響が出ていると思います。こういったものを、これが2個、このウィンドスクリーンが2個、レシーバーが1個、で、カバンですね、ケースが1個、で、まあ一番ね、重要な、大事なものになりますが、これなぜか大事なものっていう言えば、普通のマイクは、
レシーバー別でチャージ。これが別でチャージ。充電しないといけないのが、これ1個充電があれば、こういったものを全部入れて、これに、充電できる。まあ、1個1個刺さなくていいから、非常に便利じゃないかなと思います。はい。で、DJI の、中ですね、18時間の、バッテリーが、ございます。18時間の、バッテリーが、電池が入っています。で、32bit、インターナルレコーディング。中の 32bit フロット、録音ができます。32bit 録音っていうのは、音のですね、強かったり、小さかったり、音に、なるべく、スムーズな音、要は、綺麗な音に、できるように、中のインビルト 32bit、インターナルレコーディング。録音できる、機能がついています。で、先ほども申し上げた通りに、インテリジェントノイズキャンセリング、クリスタルクリア、ボーカルスっていうのは、周りの音を、聞こえないように周りの音の、うるささを、下げるための、機能もついています。今から充電をしたいと思いますが、充電はどういうふうにできるか、見てみましょう。ケースなんですね。普通の iPhone の Type-C ケーブルから、充電できますね。つなげたら、こうやって、ライトが光ります。1、2、3で、今はどれぐらい、どこまで光っているのか、そこのレベルまでチャージができる。ています。充電が入っています。この光ってるライン、ここまでやったら、1、2、3、4箇所まで、光終わったら、充電がフルになりますね。充電が、全部出来上がりましたってことになります。で、これ押して開けると、非常に良かったものは、外して、入れる、必要はありません。このまま、入ります。このライトニングじゃなくて、タイプ C の、つなぐやつが、そのまま、こういうふうに、入れることが可能になっています。これはリシーバーですね。こうやって入れたら、今リシーバーが入りました。RX ってついていますので、リシーバーが今一緒に充電してます。と、知らせをさします。で、次は、マイクですね。トランスミーターが、1個、こちらですね。ここ穴が開いているので、こうやって入れたら、ここにライトが光ります。緑のライトが光ったら、こちら入っていますね。もう一個を充電しています。で、もう一個入れてみましょう。はい、これもつきました。今、両方とも 11.2 時間を、録音できると、やっています。で、こうやって緑の、ライトを光ります。両方に。だったら、充電をできてるってことになります。はい。で、もう一個、良かった点は、このまま、これもね、別のところに置く必要はありません。このままケースに、これも入ります。このまま、これも、ケースに入りますね。で、ここで、気になったものは、こういった、ウィンドウスクリーンは、ケースに入れることはできません。これは入れたらケースは閉まりません。で、まあ、ここ、まあ、私がわからないのか、やり方知らないのか、ここに置いても、ケースは閉まることはできません。ただ、これだけを別に置く必要があります。はい。楽天ショッピングとか、ヤフーショッピング、あとは山田電機とか、そういったところにも、いろんな、ロードとか、ロードマイクとか、シュアルマイクとか、ボスのマイクとか、あとは、有名な一つの会社ありますね。なんて言いますかね。ロードかな、まあ今名前忘れましたけど、
まあ、気になったマイクは、というやっぱり DJI マイクになりましたね。いろんなことを考えて、このマイクを買うことに決めました。はい、皆さん、最後になりますが、マイクの音、マイクの説明の動画はいかがでしょうか。少しも、頑張ったなこの子と思ったら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。